台湾、太平洋側に位置し、四季の豊かな物産に恵まれている美しい宝島です。ここでは農業は産業にとどまらず生活スタイルでもあります。伝統から精緻さまで、飽食から健康ロハスまで、台湾の農業はさまざまな時代の台湾の人々を満たし、時代とともに進化して独特で貴重な価値を表現してきました。農業は豊かで素晴らしく、変化に富んだ地形と気候が生物と作物の多様性を生み出しています。台湾の農民は勤勉で楽観的で研究精神に富んでいます。政府は効率とイノベーションをもって農民に豊かで自給するように協力し、生活と生産、そして生態のバランスの取れた永続的な農業環境を構築しています。台湾における農業の年間生産高は4800億台湾元近くで、そのうち農業就業人口はおよそ54万人で、総人口の 5% を占めています。農業 GDP が国内総 GDP を占める割合は 1.8% で、これに農業関連の加工やレジャーなどの二三次産業を加えると、総生産高が国内総生産高を占める割合は 11% に達し、食料供給や農村の発展及び環境生態保全などの面で極めて重要な役割を果たしています。台湾で最も重要な農作物は水稲です。主な畜産は養鶏と養豚です。水産養殖と遠洋漁業はともに発達しており、世界的に有名な漁業大国です。四季折々に果物があり、夏には二十数種類の果物を生産して名実伴う果物王国です。初期農業に従事することは台湾で最も主要な職業でした。森林被覆率がおよそ6割に達するため、耕地面積が限られ、農民の平均耕地面積はおよそ1ヘクタール前後です。伝統的な零細農家は経営効率と農業収益が圧縮されました。1970年代になると農村の人口が大量に外に移り、労働力が高齢化して、その上食料の輸入が解放されたことで田畑が大量に休耕されました。食料安全保障の確保、食料自給率の向上及び農業に新たな活力の注入のため、国は休耕田畑活性化政策を始動させ、耕作を引き続けない高齢の農民に対して、田畑を意欲ある若い農民に賃貸あるいは売却するように奨励しています。また青年農民に土地の紹介、低金利貸し付けと技術育成、販売指導など多方面のサポートを提供しています。
多くの農村住民はコミュニティに投じて農村再生カリキュラムに参与して、下から上へのコミュニティの共同意識が凝集して農村の未来を切り開いています。国は台湾の各地に十数箇所の専門の農業試験改良所を設け、研究と発展に加え第一線に立って農業普及と農民の育成、栽培の指導、病虫害の防除を担うほか、天然災害が発生した時は農民の損害減少と自然災害後の復旧と営農再開をサポートする任務も担っています。政府が設立を指導した農民組織は台湾全域に及んでおり、302の農会、40の漁会、および17の農田水利会を通じて農業普及、購買販売、信用、保険などの業務を取り扱うなど、政府と農民の意思疎通およびサービスの提供役として非常に重要な役割を演じています。長期耕作に携わる農民は農会の会員資格を申請することができ、農民保険にも加入できて、仕事と生活でさらに完全な保障を手にすることができます。農漁会の信用部は政府の監督と指導のもと、農民に資金と安全で信用できる金融サービスを提供して、台湾の農業が発展を遂げる過程で極めて大きな機能を果たしてきました。農民にとって農会と回廊上は最も重要な経営パートナーといえます。かつて家族を中心とした零細農家経営は生産コストが高くて収益も十分に限られていました。近年政府は農民に生産販売班や専門的協同組合の結成を指導するとともに、政策を通じて大規模な主産地の創設を促し、輸入農産物に取って代わり有機や輸出潜在力のある作物の栽培を奨励しています。技術のレベルアップに伴い品質や収益は大幅に増加し、農業は次第に弱い産業を抜け出して専門の産業に踏み出しています。一方、国も積極的に地元農業の特色を保存し、地産地消観念を広めて米の粉の加工技術を開発しながら米食の消費拡大を図っています。各地の食材と農特産物を文化や旅行と結びつけ、一品や贈答品を開発し、農産物の付加価値を高めています。優良な品種、先進的な栽培技術および経営パターンの絶えざる刷新が、台湾の農業が競争での優位性を維持する最大の利点です。台湾の電子産業は世界でも有名ですが、これら科学技術での優位性は農業の領域でも十分に応用されており、生産条件の改善や気候変遷の衝撃への対応でも活用されています。官民の緊密な協力の下で、品種と技術の移転を完璧な知的財産権の保障と組み合わせることによって、農民と業者に大いなるビジネスチャンスを作り出しています。それ以外に国は産業集落の概念に基づいて農業バイオテクノロジーパークを打ち立て、研究開発と生産と業界の上下流の需給関係とを結びつけ、動物のワクチン、バイオ製剤、観賞魚など国内外の有名なメーカーの投資誘致に成功したことによって、より大きな輸出競争力を創造することができます。研究開発で農業のレベルアップを動かすほかに、国は近年農業クラウディングサービスの充実に力を入れています。農民は自分のニーズに応じて農業生産クラウドデータを生産と販売に活用できます。農業食品クラウドは食品の生産履歴追跡ネットワークを統合することで、消費者に食の安全を保障します。消費者の食物に対するニーズはすでに飽食から健康で安心を求めるようになりました。このため国は先進国のやり方を参考にして、完璧な生産流通履歴、
域や優良農産物などの認証制度を打ち立て、農民に台湾の適正農業規範など基準の遵守を指導し、安全な農水産物を生産することによって、農産物の農場から食卓までの安全を保障し、消費者の信頼を得ています。台湾の農業はすでに一次農産物の生産段階を離れましたが、農産物の加工を満足にする段階にとどまらず、今日の台湾農業は新しいバリューチェーンの農業の構築を戦略目標とし、新付加価値の創造と広域産業形態の統合を強化し、さらに自由化による国内農業の国際化を推進することによって、世界的なビジネスチャンスを開拓しています。観賞魚を例にして、新品種の耐えざる研究開発のほかに、積極的に周辺の飼育設備や資材の発展にも取り組み、ユニットでの輸出ができて高い輸出競争力を備える産業となっています。このほか、伝統的な農産物から保健機能性成分を抽出したり、農業生産の過程で生まれる副産物の多元的な応用を通じて、バイオメディカル用途の実験物資を開発し、また技術を運用して生産流通の調節を行っています。このような努力は農業の価値をさらに高いレベルにまで引き上げています。ここ数年、農業観光は大人気で、次第に多くなる国内外の旅客は、異なる季節で風格の多元的なレジャー農場を訪ねて、観光果樹園で果物狩り、森林パークでハイキングや野鳥観察、レジャー船に乗ってホエールウォッチングを楽しめます。農業観光を通じて、人々は全身感覚器官を解き放ち、思う存分豊かさいっぱいの台湾の味わいが体験できます。経済貿易が高度に自由化した今日、台湾は全世界の貿易相手と各協力協定を締結して、台湾の優れた農産物と技術の成果を分かち合っています。我が国は毎年50億ドルの農水産物を輸出し、果物、牡蠣、枝豆、お茶や水産物などを含んで、日本、中国、シンガポール、アメリカ、カナダ、中東などに輸出して、優れた品質で世界中の消費者からの良い評判を受けています。貿易と輸出のほかに、私たちは自身の農業の優位で優良品質の食料と農業技術を提供したり、友好国への人道援助をしたり、積極的に国際社会に参与して世界に貢献しています。台湾は環境保全に積極的に取り組んでおり、自律的、持続的に進歩しています。台湾は国際自然保育公約を遵守し、疫病通報や予防治療にも協力し、 APEC が提唱する農業生産過程における損失や浪費の削減に歩調を合わせ、食料の安全保障を守って高い支持と評価を得ています。これは台湾人の環境哲学を明らかに示し、人と自然の永続的調和を追求することでもあります。台湾はとりわけ恵まれている地理位置があり、中国と ASEAN 諸国の消費市場にも近く、農民は勤勉で友好的で、技術資源も豊富で、農産物も高品質で安全であるので、農業投資と戦略協力の最優先の選択肢です。台湾の農業は一貫して強靭な実力と誇らしい成就によって、国家の発展と社会の安定の基礎としてきました。たとえ環境が絶えず変わっても、挑戦が一度もとどまることがなくても、台湾の政府と農民は始終絶え間ぬ努力をして、楽観的な前向きの態度で未来に邁進してまいります。